7月27日に金メダル候補と見られた競泳、瀬戸大也選手が200メートルバタフライでも予選落ちした。最もメダルに近いと言われていた400メートル個人メドレーでも予選で敗退しており、残すは200メートル個人メドレーを残すだけとなってしまった。真剣勝負の場では何が起こるかわからない。瀬戸も懸命に努力して大舞台に臨んだはずだ。しかし、瀬戸といえば、昨年9月に美人 CA との不倫が報じられたことがどうしても頭に浮かんでしまう。所属していた ANA は契約を解除。五輪のシンボルアスリートも辞退するなど、イメージはガタ落ちしていた。しかも、オリンピック前には、金メダルは 99% 取れる。と豪語していたほど、自信を覗かせていた。それだけに、国民の期待が失望に変わってしまったのは、仕方ないだろう。400メートル個人メドレーでは、スタートからトップを独走していましたが、最後の自由形で力を抜いたことが裏目に出て、ゴール直前で抜かれて、予選落ちしてしまった。そのことを、SNS 上などで叩かれたことについて、ネットでいろいろなことを言われてムカつきますけどと話し、またも炎上してしまいましたね、スポーツ指揮者。それでも結果がついてくれば、批判の声も収まったはず。だが、現実は2種目連続の予選落ちとなってしまった。そんな、瀬戸の巻き返しを何よりも期待している人といえば、妻で元飛び込み選手の馬淵優佳だろう。自身が出演したローカル番組で、ゴン攻めしてほしい。と、女子スケートボードで話題になった言葉で、夫にエールを送った。瀬戸さんの不倫騒動前までは、あまり露出していなかった、馬淵さんですが、ここで、夫の危機を救わなければと勇気を出して、テレビなどのメディアに、積極的に出演するようになった。抜群の存在感に加え、話もできる人なので、夫のスキャンダルもありのまま話そうというスタンスが、受けて、メディアから重宝されるようになってきましたね、テレビ局関係者。本人のキャラクターもあるが、やはり、金メダル候補の妻という地位が、彼女を押し上げていたことは、間違いない。もちろん、夫が再度金メダリストになれば、その妻として、さらに商品価値は上がったわけだが、このまま瀬戸さんが無冠で終わるようなら、馬淵さんへのオファーも減っていく、可能性はありますね。トークが面白くても、どうしても、瀬戸さんの残念な結果が浮かび上がってしまう。それだけに、妻のさらなるブレイクは、夫の成績次第と言っても、過言ではないかもしれませんね、同、テレビ局関係者。瀬戸が、最後の勝負で良い結果を出したなら、夫婦での共演の機会が広がるはずだ。さらなる彼女の活躍のためにも、瀬戸には、何としてもメダル獲得を期待したいが、